オリバー・フィッシャー・ウィンチェスターは、アメリカ合衆国の政治家、実業家、武器会社ウィンチェスター・リピーティング・アームズの創業者。1810年11月30日、父、サミュエル・ウィンチェスターと、母、ハンナ・ベーツの息子として、ボストンで生まれる。1834年2月20日に、ジェーン・エレン・ホープと結婚。アン、ウィリアム、ハンナの三時に恵まれた。 ウィンチェスターライフルの製造、販売を行うウィンチェスターリピーティングアームズ社を創業した。同社は当初ニューヨークとコネチカット州ニューヘイブンで衣類製造業を営んでいた。この時期にウィンチェスターは銃器メーカーのスミスウェッソン社が財政難に陥ることを予測し、1855年に同社の子会社であるボルカニックリピーティングアームズ社を買収した。 その2年後、筆頭株主となったウィンチェスターは同社をニューヘイブンに移転させ、ニューヘイブン・アームズ社に社名を変更した。しかしこの会社は当時、商品のボルカニック銃の信頼性の低さくらいに、起因する返品に苦しんでいた。この銃の実報は、中空の円錐形の玉に、黒色火薬を充填し、コルクの導火線で密封する形式であった。連発銃としての設計では、 他社製の銃をはるかに上回っていたが、ピストルやライフルで使用される25口径、三32口径の実砲は、競合他社製のものより信頼性、品質が大きく劣っていた。ウィンチェスターは優秀な技術者である、ベンジャミン・タイラー・ヘンリーに、問題の解決を任せた。ヘンリーは、ボルカニック連発ライフルのフレームとマガジンを、新中製44口径実砲を収容できる。 サイズに変更した。これによって、新会社の経営は軌道に乗り、1860年10月16日に、ヘンリーライフルと名付けられた。ヘンリーライフルは6年間に約1万2000兆が生産された。ヘンリーライフルの成功に伴い、同社は、ウィンチェスター・リピーティング・アームズ社に社名を変更した。さらに1866年には、 従業員のネルソン・キングがヘンリー・ライフルに側面装填口や先台をつけるなどの改良を施した初代ウィンチェスター・ライフル M1866 を開発した。オリバー・ウィンチェスターは政治の世界でも活躍し、ニューヘイブン氏コミッショナー1864年大統領選挙における選挙人コネチカット州副知事などを歴任した。八百八十年十二月十日。 家督を息子のウィリアムに譲って亡くなった。しかし、息子のウィリアムも翌年3月に結核で亡くなった。ウィリアムの妻サラはカリフォルニア州サンのゼに引っ越し、後にウィンチェスターミステリーハウスと呼ばれる大豪邸を建設した。ワーグナー、リチャード・アーラン、ザ・トゥルース・アバウト・サラ・ウィンチェスター、ザ・ベル・オブ・ニュー・ヘイブン。 ザットルース・アバウト・サラ・ウィンチェスター2019年6月27日閲覧ありがとうございます。